皆さん、こんにちは。現在、宮邸から離れ、御家宮所にて秋篠宮ご夫妻や悠仁さまとは、別居状態にある秋篠宮家の次女、佳子さま、宮内庁は、佳子さまの別居状態に関して、さまざまな理由を並べ立てていますが、実際には、やはり、佳子さまと秋篠宮ご夫妻との不仲、特に紀子さまとの確執が、その第一の理由であるようです。2023年ペルーへのご出発を控えた佳子さまのご発言が波紋を広げました。この詳細をまとめた記事には、秋篠宮ご夫妻に対するご批判とささやかれる内容には、ご自身の半生と悠仁さまの現状への苦悩がにじんでいたのです。社会の中では、大人から子供へ、無意識なものも含め偏った思い込みが伝わっていることが多々あると感じます。10月22日、佳子さまは東京都内で開かれたガールスカウト日本連盟が主催するガールズメッセ2023に出席し、表彰式の前に冒頭のように挨拶されました。昨今、佳子さまはジェンダー平等について話されるとともに、誰もがより幅広い選択肢を持てる社会にという一節を述べられますが、今回も同じように言及されています。特に偏った思い込みという一節をガールズメッセでもおっしゃったことに、注目している宮内庁関係者も少なくありません。9月末に臨まれた女子大生誕生100等周年の記念式典でも、偏見が作り出す社会の雰囲気や圧力はあらゆる状況で数多く存在しますとおっしゃられていたばかりだからです。佳子さまは2023年11月1日から10日まで南米ペルーを訪問されました。当時は外国公式訪問は2度目ということもあり、ご準備に忙殺されていました。駐日ペルー大使との面会や同国に関する専門家からの進行を受けられ、渡航に向け余念なく準備を進めていらっしゃいます。ペルーご訪問に全身全霊で向き合われている最中に、あえて同じ言い回しを繰り返し述べられ、さらに今回は大人の偏った思い込みと主体を明確にされています。このお言葉をご両親に対するご批判と捉えた宮内庁職員もいます。そうまでして佳子さまが緊急告発に踏み切られた秋篠宮さまと紀子さまの偏見とは何を指すのか、秋篠宮家に近い宮内庁関係者は、ご自身が受けてきた教育が秋篠宮ご夫妻の意向によって翻弄されたという葛藤で苦しまれてきたようにお見受けします。その発端は2010年に佳子さまが学習院女子高等科に進まれた頃、姉の眞子さんは国際キリスト教大学に入学、悠仁さまがお茶の水女子大学附属幼稚園に入られた頃に遡ります。こちらの記事では主に学業や進学の問題について触れられていますが、それ以外にも様々な面で佳子さまはご両親と意見が対立していたようです。特に有名な例は、何と言っても眞子さんの結婚問題でしょう。秋篠宮ご夫妻は眞子さんの結婚問題に関して国民からの批判の声を恐れ、最後まで何とか婚約破棄を迫れないかと思案しておりましたが、一方で佳子さまは皇族であっても一人の人間ということで、小室圭さんと結婚したいという眞子さんの意思を尊重すべきだと考えておられたのです。そうした佳子さまのお立場からすると、秋篠宮殿下の多くの国民から祝福される状況にならなければ納采の儀を行うことはできないといったお言葉にはもどかしさを感じられたことでしょう。また紀子さまに関しては、子供が自分とは別の人格や意思を持つ存在だということを理解できず、自分が子供たちに望むことと子供たち自身の望みは一致しているはずだというような思い込みを抱いておられるようで、ご夫妻が小室圭さんとも結婚に反対しているにもかかわらず、
眞子さんは結婚を強く望んでいるという状況に少なからず困惑されていたようですね。どうやらこうした思い込みは学業や進学の問題にも共通したところがあるようで、紀子さまが悠仁さまに東大に入ってほしいと願っておられるにもかかわらず、いつの間にかそうした思いが盗作し、自分は悠仁が望む東大合格のために尽力してあげているいい母親だといった妙な信念を抱いておられるようです。基本的に紀子さまが子供たちの気持ちを考えず、自分自身の願望を押し付ける最も大きな原因の一つがこうした思い込みにあるようです。中でもこうした思い込みの最たるものが皇位継承問題であるようです。紀子さまは秋篠宮殿下や悠仁さまに皇位継承してもらい、皇統を秋篠宮家に移すことを何より重要であると考えておられるのですが、厄介なのが同時に悠仁さまや秋篠宮殿下も皇位継承を心から望んでいると信じて疑わないのです。こうした紀子さまの間違った思い込みに待ったをかけているのが佳子さまのジェンダー平等に関するスピーチであるそうで、宮内庁関係者が衝撃を受けたというのが、今後ジェンダー平等が達成され、誰もが人生の選択肢を増やすことができ、自らの可能性を最大限生かしていけますように、そしてそれが当たり前の社会になりますようにと願っております、という2020年のガールスカウトイベントに際して佳子さまが寄せられたビデオメッセージの内容、皇室制度は明確に男子優先であり、残念ながらジェンダー平等とは全く相入れません。皇族がそれを外に訴えつつ、内部では男子尊重を守ることはダブルスタンダードなのです。現役の女性皇族がそこまで踏み込んだご発言をされるのは前代未聞。しかも佳子さまは2021年2022年のイベントでのスピーチでもほぼ同じ文言を繰り返しています。明確な強い意志の下で根本から皇室否定をされていると捉えられても仕方ありません。ジェンダー平等について語り、子供たちに自分の思い込みや願望を押し付けるなと宣言される佳子さま、こうした佳子さまのはっきりとした自己主張に紀子さまは大変困惑されており、時に激しい口論となることもあったとか。どうやらこのことが原因で佳子さまが宮邸を追放され、ご家宮所暮らしを余儀なくされているのは、このような紀子さまとの確執が原因であるようです。2021年、結婚によって皇室を離れ米国に渡る眞子さんを涙ながらに抱きしめて送り出した佳子さま、現在も姉のような自由な生活へ同情を抱いているのかもしれません。そんな中、ある週刊誌の佳子さまからの警告と題した記事が波紋を広げました。今春にご一家は改修を終えた秋篠宮邸に引っ越されましたが、佳子さまだけが工事中に仮住まいとしてきた旧御家宮所での一人暮らしを続けられています。この記事は、一人暮らしを選んだのは佳子さまが結婚して皇室から離脱する明確な意思表明、皇室に残るつもりはないなど、10年以上前から結婚による皇室脱出のご意思を抱き続けられているという内容でした。その一方、ニューヨークで小室さんと肩を寄せ合い自由を謳歌する姉と共鳴し合う佳子さまに、紀子さまは危惧の念を抱かれてきたそう。悠仁さまが成年皇族としてご活動を始められるまで、紀子さまはこれ以上将来の天皇の環境に波風を立てたくないお気持ちを日増しに強められているようなのです。そんな皇室脱出を夢見ている佳子さまにも、名門島津家の私的な会合に出席されたことでにわかに婚活ムードが醸成され、代々薩摩の地を治めてきた島津家の分家の末裔にあたる男性が佳子さまのお相手候補として目下
見立てられているそう。具体的なお相手についての宮内庁の見方はなかなかよくわからないのですが、報道自体については動じたり驚いたりといった反応は見られず、まあ当然でしょうねといった受け止めをしている印象ですね、と担当記者、結婚して家を出て行かれる準備を、実は佳子さまが昨年12月に29歳を迎えられた際に、2024年は佳子さまの結婚に関する報道あるいは婚約そのものが報じられる可能性があるかもしれないなどといったことが宮内庁の中から聞こえてきていました。前述したように、昨年は秋篠宮邸が改修された後に佳子さまだけが新宮邸に移られず一人暮らしをされていることが注目された年、宮内庁長官が秋篠宮家の最側近皇嗣職トップに苦言を呈したり、皇嗣職トップがこれに異議申し立てをしたりしたこともあって報道が過熱した部分もありました。佳子さまの一人暮らし自体は金銭面での節約のためと秋篠宮ご夫妻が説明されていましたし、それも理由の一つであることは間違いないと見られていますが、新宮邸と近くではありながらもご一家と別に暮らされることで結婚して家を出て行かれる準備をされているのだろうとの見方は強くありました。順番を優先された皇室をめぐっては、差し当たり安定的な皇位継承のあり方に関して衆参両院の議長と各党の代表者らによる協議が始まっているそう。額賀衆院議長はこの通常国会の会期中に立法府の総意をまとめたいとの考えを示しています。政府は2022年1月に有識者会議の報告書を国会に提出していますが、皇族数を確保する方策として女性皇族が結婚後も皇室に残る案が盛り込まれているそう。佳子さまのみならず愛子さまにも相当影響がある内容で注目されています。ただ佳子さまはかねて結婚して皇室を出たいとの思いが強かったとされており、その点は今回の議論とは関係なく変わっていないと聞きました。別の記者は以前にあったこんな話を振り返り、眞子さんが小室圭さんと結婚する前の段階で佳子さまにもすでにお相手候補がいらっしゃったという話を耳にしたことがあります。婚約結婚も検討されるなどのお付き合いだったようですが、姉である眞子さんの結婚の方が先だという順番を優先されたということでした。当時のお相手との関係が継続しているのか、今回噂された方と同じなのかははっきりとはしないのですが、12月29日に佳子さまは30歳のお誕生日を迎えられます。それまでに吉報は届くのでしょうか。今後の経緯にも注目が集まります。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。